出します。改装されたイスズよ。対戦、対空ならお任せ。というわけでゆっくりがお送りするお城プロジェクト RE といったことで、今回もガンガンお城をディフェンスしていこうと思います。ディーフェンディーフェン。じゃかんこれ夏イベやろっか。母貴様ら騙されおって。今回は DMM さんに媚びうるためにお城のステマぶっ込んだことに誰も全く気づかなかったようだな。今回の E1 は対戦水マップなんで、こんな感じのメンツです。お城やったことねえけどな。中ちゃんを白ディスるのやめてね。おめえしかディスってねえけどな。つうことで今回のコミケ遠征メンバーはこいつらだ。もう終わったよ、コミケ行ったことねえけど。みんなクソ熱い中並んでお目当ての薄い本ゲットしてきてね。ブラック企業かよ、トラかメロンで注文しろよ、その方が確実だろ。じゃあもう諦めてイーチ行こ。諦めんなよ、できるお前らならできる、頑張れば奇跡起こせるよ。2016夏イベは迎撃第二次マレー沖海戦ということで、今回は東南アジアの南シナ海あたりでドンパチやる設定らしいよ。もっとコミケネタ引っ張るのかと思ったら、あたし一人だけ恥かかされたは。リーチは南西海域分担沖での分担沖紹介。バナーシルエットにイカ星機映ってるというわかりやすい潜水マップですね。で、今回の作戦難易度はどうすんの？司令部レベル100の Y くらいになると、もちろん高作戦に決まっとるやろがい。エンジョイ勢でも1くらいはこういけるんやで、なめんな。あちょ、倉庫いっぱいだったから装備捨ててくんね。これはこうでしょっぱなから積む未来しか見えない。おっしゃ、お待たせお待たせ。ほんじゃささっと潜水イカババア倒しに行こうぜ。ボスマス着く前にネタバラシされる潜水聖騎さんの気持ちもたまには考えてあげてください。右上からスタートでしょっぱなルーレット。ここは駆逐2隻以上でビーマス固定だな。しょっぱなからわかりやすいアニメーションで潜水マスアッピル、さすが深海星艦さん、こういうとこ空気読めますから。ということで、初戦はもちろん単位王人を選択。まあまあ、ここはでかいの一発もらわなければ楽勝ですから。でかいの一発で即帰港だから気緩めんなよ。おっと、ここでイスズちゃんドヤ顔先生爆雷。対戦の先生爆雷は7月に実装されたばっかの新システム。イスズ会にだと無条件で発動できるんで、対戦水マップでは無類の強さを発揮。これでもう1の5の1マス目の魚雷一発聞こうと、もうさらばやったぜ。他のカンムスでも、対戦値が装備込みで100以上、ソナーを1個以上装備、の2つをクリアしてれば発動可能。今回の E1 はこの先生爆雷艦がいるとかなり楽になるって噂なんだが、なんでうちの艦隊は先生爆雷要員がイスズしかいねえんだよ。まあこういう言い方だと伝わりにくいかもしれませんが、ちっと軽順の育成サボってたからです。ドストレートすぎて納得のクズ提督っぷり。Bマス5はまっすぐ D 通過で F マス兵。高速戦艦入れてると B から C グルートで面倒になるんで注意。F は再び潜水アニメーション出るんで、ここも単王一択。まあ道中はなんとかなるだろうけど、先生爆雷艦が1隻だけじゃ高作戦だとボス削りきれないんじゃね。まあその辺はやってみないとわからないかんね。正直連動的に微妙なラインなのはこっちもうすうすうっすらビンビンに感じ取っていますから。要するに見え張って無理な難易度選択したんですね。バッキャローやる前から諦めてどうすんだっつーの、やる前から諦めロンしてどうすんだっつーの、キラ星に一回言い切ってからボケつけ足して言い直すのやめてください。まあ無事 F マス通ったんだから、この G マス抜ければもうボスつくでしょうよ。それ見て考えよ。しょっぱなからぐだるとまた全クリできなくなるんだから、おとなしく身の丈に合った作戦でいきゃいいのに。ボス手前の G マスは機関系順の通常的編成なんで、陣形は単純陣を選択。ここは結構難関マスなんで陣形ミスには注意だぞ。潜水マスに連戦後だから追単を選んじゃうわな。
補給艦と駆逐が多いが、こっちは対戦装備ガン積みなんでかなりの強敵だからな。まあ道中なんで勝利せずとも大破さえでなければボスまではいけるかんね。問題は最後の雷撃戦で耐えられるかだが。知らぬ、怒らせた。ぬいぬいちゃんブチギレで飛行決定クソが。まあ魚雷一発大破は運なんで割り切るしかないな。とりあえずはボス麻酔かないと話になんねえですよ。つうことで仕切り直しで再び G マスまで戻ってきました。今回は問題なく通過できたみてえだな。ここさえ抜ければあとはいつもの索敵地ルーレットでボス確定。ただ対戦装備ガン済みなんで索敵地確保にも気をつけた方がいいぞ。今回は商法に彩雲積んでるんで大丈夫ですから。維持不利の確率も圧倒的に下がるんでボス戦の火力不足も解消されるしな。陣形はもちろん単王を選択。はい、出ました。今回のボスはおなじみ潜水聖騎。あれ？なんか違うの？今回のボスは潜水火器となっております。潜水聖騎とは全くの別人です。いや、完全に潜水聖騎にビーチパラソルとクーラーボックスも足せただけだろ。ババア完全にリゾート気分できてんじゃねえか。潜水養女枠を無理やり奪っといて完全にバカンスできてんじゃねえか。カンコレは遊びじゃねえんだよ。完全にロリコンのやつあたりじゃねえか。潜水はスクミズ養女以外不可ってことを分からせてやんのぜ。おい、ちょっとなんで先生雷撃撃ってきてんだよ。この潜水火器は潜水聖騎よりパワーアップしてるんで気をつけろ。さらに現場前乗りして単獣人でスタンバってるから先生雷撃かける4でしょっぱなオワコンパターンもあるから気をつけろ。前乗りしてリゾート満喫とかえげつねえなこいつら。深海生艦はブラック珍珠と違って福利厚生もしっかりしてますから、出張費も経費で落ちますから、マイルも貯まりますから。ホワイトすぎんだろ。やっぱ大企業様は違うんやな。ゴーヤちゃんたち夏イベ中もちゃんとお浴る言っといてね。新宿とか労働環境劣悪すぎですね。抽選では倒しきれずに野戦突入。ただ野戦行ってる時点でボスは絶対倒せませんけどね。そうなの？あ、ちょっとイスズのサービスショット入ります。今回は連合艦隊じゃないんでボスも通常の潜水艦同様野戦は割合ダメージのカスダメしか入らないしよ。要するにラスダンで抽選の間にボスを倒しきらないとクリアできないってことですね。中ちゃんのサービスショットは無視ってどうなん？となるとこれはこうでゲージ削りしてもクリアできないというやべえパターンやつじゃないですか。だから開幕爆雷できる艦が揃ってないと工作戦じゃかなり厳しいって言われてんのよ。イスズパイの水着中波エロすぎひん。中ちゃんのファンやめます。恒例の中ちゃんいじりも中波エ格差を目の当たりにしては致し方ありませんな。中ちゃん嘘やで、中波エ格差は本当やけども。ヤッパーさんで単で近代化回収に使いますね。空母系は貴重な対空上げ要因だかんな。しかしまだ工作船を諦めきれない。今回は高速戦艦なら組み込めるんでイタリアちゃん入れてメロンちゃんはフラノで出荷待ちです。夕張な。細けえ個体いいんだよ。大事なことだよ。夕張ファンを敵に回すんじゃねえよ。アンデスメロン大好き。黙れ。しかし高速戦艦を入れるとシーマス不可避なんで道中はかなり難易度上がるのがね。シーには軽空母2隻に戦艦ル級エリートもいるんで大破撤退の危険が危ない。日本語おかしいですよ。ボケを普通に注意すんじゃねえよ。流すか突っ込むかどっちかやれや。まあ軽空と戦艦の攻撃をなんとかしのいでなんやかんやあってボスマスまでたどり着きましたけどね。ざっくりはしょってきやがったな。高速戦艦艦を入れる利点は何と言ってもボス戦での抽選が2巡に増えること。計巡1隻分の枠は潰れるが、攻撃が2回回るってのはボス撃破のチャンスが大幅に上がるはず。追犯は全滅させるも潜水聖騎。あ、間違えた。
潜水火器はしぶとく残って中波止まり。これはラス弾で済む可能性が高そうですね。潜水相手だと決戦支援も効果なしだしね。つうことでここは大事を取って乙作戦に変更する。 A 弾艦隊司令部レベル100とは何だったのか。提督たるもの臨機応変な対応が求められるのだよ。正直判断が遅すぎるくらいですけどね。道中も難なく通過で肝心のボス戦も問題なくイカカキ撃破をし、これならいけるで。しかし今回も大きく出遅れたな。今さらやいやい言っても始まらない。ともかく A1 をクリアしてこの最高にグダった雰囲気をなんとかするんや。つうわけでラス弾です。はいな。途中特にトラブルもレア感ドロップもなく極めて普通だった感ね。尺も押してるしね。ネムなんて出るわけがない。しかし潜水の新感とか久々だったね。また一人をよくる要因が増えたな。潜水艦は避けては通れないおよるかい。霊夢さん実況の方もお願いします。あれ、つかなかも先生爆雷してんじゃね。実は中ちゃん途中でレベアップしてね、雷装置が99から100になったんよ。イベントだと普段よりレベ上げがはかどる。さすがエンジョイぜ。やっぱ先生爆雷の効果は絶大だね。抽選入る前にすでに随伴は一石のみ。お供の潜水はすぐに全滅で、あとは潜水火器にゴリ押し集中砲火。さらに潜水火器だとダメージボイスの痛いやめてようからやめてよう部分を我慢するという謎のアップデート。提督たちがあんまヘタレヘタレ騒ぐからすげえ恥ずかしくなって我慢しちゃうパティンだなこれ。ラストボイスもショートカットされる徹底っぷり。みんなイカさんいじめんなよ。おめえもだよ。ババアはもうお腹いっぱいだからホッポちゃん出せよ。こんなクソ熱いとこに北方世紀が来るわけねえだろ。じゃパチモンのナンポちゃんでも作れよ。ホッポ乱れるところにナンポ現れるだろ。なんと乱れるところに北斗現るだろ。つかホッポ別に乱れてねえから。ホッポ現れるところロリあり。北斗ネタかぶせてくんじゃねえよ。我が生涯に一辺のババアなし。いいから早クリア報酬紹介しろ。まずはおなじみの給料官マミヤさん。枯れた官ムスたちにどうぞ課金でも手に入ります。マミヤ乱れるときイラコ現る。そのネタいつまでしゃぶるんだよ。こっちは2個もらえます。課金でも買えますよ。基本疲労抜きは放置度安定だし、キラ付けは1の1回すんでね。まあ疲労度調整の手間が省けるアイテムだからね。さらに倉庫の肥やしのおにぎりも2個ゲッツ。買いどころに困るアイテムだかんね。そしてメインはダイハツの戦車積みバージョン。輸送作戦や陸上型の敵に効果を発揮するイベント向きの装備だな。さらに1式陸攻ももらっちゃいました。陸上攻撃機は基地航空隊での貴重な戦力だからな。といったことで無事 E1分担置き紹介を打つ作戦でクリア。しかし E1からこのぐだり用は心配だな。まあ今回は夏イベながら中規模作戦なんでなんとかなるっしょ。前回の春イベが難易度高すぎだったからな。あと言い忘れてたけど今回もお札システムはありますよ。E1 から E3 までがそれぞれ別の札つくんで、乙作戦以上で挑む場合は注意。つうことで次回の夏イベイに編をご期待ください。クリアできればね。